続きましてこちら、塩とグレーを使った大理石風です。見本なのでたくさんたくさん筋を入れているんですが、まあ、これはあくまで見本なので、あ、光ってますね、見本なので、あなたの作品を置いた時にどう見えるかが一番大事です。引き算もしていきます。あ、ここやっぱり線が多すぎたっていう場合はまた塗りつぶして、柔らかい模様に変えていくことも全然できます。それが一番です。あなたの作品がどう見えるか、そしてどう伝えたいかが大事なので、その気持ちを私に伝えていただくと、あ、こんなやり方ありますよっていうことをレッスンさせていただきたいと思ってます。あなたの作品がもっともっといろんな、待ってる人が絶対いるので、その方たちに届くように写真にして、どんどんアップしていきませんか。アトリエでお待ちしております。